はい、今ねどこにいるかというとモルドバ共和国の首都のキシニョウにいます。キシニョウで今こちらで、現地通貨を下ろしたところです。キチバンクの事業を継承しているですね、 SMBC 信託銀行のカードを持ってますので、そのまま SMBC 信託銀行に入れてる金をね、手数料を取られるんですけど、下ろせます、現地のお金でね。よくやってるんで、ウクライナではなぜかね、その ATM でお金入ってなかったので下ろせなかったんですよ。200ぐらい、1000円ぐらいまでしかね。で、一応ここは5000まで下ろせるってことで、だいたい日本円で言うと3万ぐらいも下ろせたんで、今結構下ろしました。2000円なんで、だいたい1万3000円、4000円ぐらい下ろしました。ツアーにも参加する予定はちょっと必要かなと思ってですね。で、こういう感じです。で、シティ、ビザとかこう書いてあればね、もちろんクレジットカードでのキャッシングできるし、あとはシティバンクとか他のシティバンク機能のやつもこのビザって付いてればできるわけです。で、手数料取られるんですけどね、まあとにかく周りに誰かいないことをちょっと気使ってね、夜とか特に危ないですから、このモルドバに関しては人身売買国家なのでね、そんなに治安が良くはないです。今のところはそんなに治安悪さは感じないんだけど、だからあとはスケミングなんかもあるんで、暗証番号打つときはちょっと隠してねやらないといけないし、あとはカード取り忘れることもあり得るので、そういったところを、取り忘れてそのままトランサクション終了せずに他の人が勝手に取られちゃうこともあるので、そこは気をつけてください。だから審議を集中しないといけないと思います。で、これが今モルドバのキシニョウの首都の、ね、キシニョウの中心街です。今から宿に向かうところです。